ししましたけどやっぱりですねこの10人のローンチに共通することってね3つの原則をちゃんとみんなしっかりとですねそこを掘り下げて研究してずっとそこを一生懸命掘り下げて勉強し続けてるからでそれを実践してってるから。 まあだからやっぱ結果が出てるんだなっていうふうにもうやっぱそれをみんなのスピーチを見て感じましたね私自身でまあこの3つの原則ねまずリストどうやってリストを作っていくのかということですねそしてあなたのメッセージをどうやって伝えていくのかメッセージというのは言葉ですあなたが文章で書くものも メッセージあなたが動画でしゃべる内容もメッセージだしライブでしゃべるのもメッセージだしそこでしゃべってる言葉がメッセージだしそれをどういった順番でしゃべっていけばいいのかってこともメッセージですよねどうあなたの素晴らしい価値を伝えていくかというメッセージそしてオファーですよオファーが良くないとビジネスは失敗しますだから良いオファーを作ることが大事な もう、やっぱ何が一番大事かって言ったら、まあ、全部大事だけど、私だったらしいって言うならば、一個選べって言われたらこれかな。やっぱりオファーです。良いオファーが良いビジネスを作るんですよ。で、良いオファーっていうのは、良いトランスフォーメーションを提供できるかどうかです。だから商品の提供物じゃないんですね。あなたが提供するのはトランスフォーメーションなんですよ。あなたの未来はこんなに素晴らしいものに変わりますよ。 っていうことを、それを商品として提供するわけです。で、これはちゃんとどういうことができるのかというと伝えることができないし、伝えることができないといけないし、それだけじゃなくて実際にそれをコミットメントしないといけないわけです。あなたが提供したトランスフォーメーションをどうやったら、そのクランさんが実現できるのかというところも合わせてオファーです。だから実現不可能なものを嘘を言ってね、 オファーするのはこれはビジネスも何でもないわけですただのそれは本当に怪しいビジネスですよねそうじゃなくて本当にあなたはこういうことができますでそこの結果にいかにコミットしていくかですよだからオファーなんです良いオファーができるかどうかということはすごく大事なわけですねでじゃあそのこういったことって多分みんないろんなところでも学んでると思うんですよ なんかその本で読んだことがあるとかね。他のスクールで勉強したことがあるとか、今どっかのスクールで勉強してるとかね。で、私の前に、前にね、45日チャレンジ受けたことがある、30日チャレンジ受けたことがある。あるいは、天然チャレンジ受けたことがあるとかね。まあ、ロンチクラブの人もいます。で、みんな、やっぱり、な,なんとなくこういったことって勉強してるわけですよ。で、 これはですね、本当に多くの人が犯している過ち。みんないろんなことを勉強するんですよね。まあ、じゃ例えばそのリストを作るためには LP を作らないといけないですよね。LP 作ったりとかして。で、でじゃそのメールの配信のシステムを勉強しましょう。ね。えー、じゃ集客するためには Facebook が必要だ。次はまあ、Instagram をやりましょうとかね。 じゃあ、えー、最近はまたクラブハウスだからクラブハウスをやって、えアメブロもやんなきゃいけないなって、じゃあみんなアメブロやってかアメブロもやろうみたいな形で、いやいや、まあそれも大事だけど、最近大事なのはライブです、みたいな。いや、でもやっぱり動画でしょとか、ステップメールで事情ができるとか、まあいろんなことをみんな学ぶわけですよ。で、まあそのどれも大事なんですね。ビジネスを作っていくためには。でも、これは多くの人が犯してる過ち。 みんなですね、広く浅く勉強してるんですよ。だからちょっと勉強するんです。ちょっと勉強して終わって次に行っちゃうんですよ。もうこれ私できた。分かった。私にはもう必要ないと思って、また次のことを学びに行くわけですね。あ、で、それでなんか勉強して、らなんとなく分かったな。ああ、そうかそうか、ローンチってそうやったとか、ああ、PLC3 回やるのね。ああ、PLC やった後にそこで個別面でオファーして、個別面でオファーすれば私もできるな。みたいな感じで、 まあみんなそこでね、分かったと思って、また次の次に次にっていうふうに行くわけですよ。ほとんどの人がこうな、これなんです。多くの人が。で、うまくいってる人とうまくいってない人は何が違うのか。うまくいってる人はここを深く勉強するんですよ。深く勉強するんです。 だから、一個できてることがあったとしても、そこでもうできてるというふうに思わないで、じゃあさらにそれをもっと掘り下げてって、どうやってやってたらいいのかってことを、そこを深く勉強していくっていう。このディープラーニングっていうのが欠けてるんですよ、ほとんどの。うまくいってない人たちはね。だから、ああ、こっちがダメだったら、こっち行って、こっち行って、こっち行ってっていう形で、落ち着かない。 そういった状態でやってるんでうまくいかない。しまいにはもうなんか論ャっ,ってももう効かないからやめようか。みたいな感じになってしまうわけですよね。これはですね、あのー、本当にこう、この間も言いましたけども、まあブラックベルトの話をね、昨日話しましたけど、ブラックベルトって何が違うのかって、やっぱりその基礎を深く長く勉強できる人がブラックベルトなわけですよね。 で、まあ、私のですねその2018年のイベントにポルトガルのリカルド・テシェイラっていう私の友人企業が来てくれたって話をしましたけどリカルドはですね今あ、ポルトガルでそのオンラインのビジネスの世界ではすっごい有名人なんですよ。まあ、すもう多分オンラインのその世界では多分一番大先生なんですねポルトガルではね。ね で、彼は、その、この2、3、2年ぐらいか3年間、3年ぐらいかな ?3 年ぐらいで一気に作ったんですよ、そこのビジネスを。で、その前もずっとジェフ・オーカーのところで勉強してたんだけど、でもやっぱ彼自身自分で法人を持っててね、会計のソフトの会社を持ってて、で、そこのビジネスとの両立があったんで、なかなかその起業家に、のビジネス、個人事業家を応援するっていうところに、フルコミットできない状態だったんだけど、でもずっと勉強し続けて、少しずつ少しずつ、 実践していろんなことジェフ・ウォーカーのプラットプラスのメンバーでジェフ・ウォーカーのマスターマインドで彼は9年間学んでるんですねそこででそのリカルドが、まあ、リカルドと私そのジェフのイベントに行った時毎回毎回会うし私のところにも3回イベントに来てくれてるし日本にも来たことがあるしねもうすごく、まあ、一番仲いいんですよ私はそのジェフのコミュニティの中でもで彼はですね空手の世界チャンピオンなんですよ元 空手の元世界一なんだ、だから世界一なんです、世界一。で、その彼が、そのジェフのイベントを毎年4月にね、やるんですけど、で、4月、まあ、コロナになってからイベントできてない,ないんですけども、彼はその、一番最初にジェフのプログラムに入った時から、その4月のイベント、ジェフのその4月の PLF ライブっていうのは毎年同じことをやるんですよ。その、ピ、ローンチの基礎。 アバターとか、オファーとか、PLC とか、そういう話の同じ教材を毎年やるんですね。ジェフはその3日間のイベントで。で私一番最初に2016年に行ったのそのイベントなんですけど、で、彼は毎年必ず来るんですよ。そのイベントに。7年間休まず毎回来てるんですね。それだけじゃないですよ。それだけじゃなくて、彼は一番前の席に座るんですよ。ジェフの目の前に。 で、一番前の席に座るには VIP 席じゃないといけないんです。まあ、そのジェクのコミュニティしては全員 VIP 席なんですね。でも、じゃ VIP 席で、彼はそのプラットプラスマスターマインだから、ジェクの目の前に座れるかってっそんなことないんですよ。VIP 席でジェクの目の前に座るためには、並ばないといけないんです。VIP のその、オープンした時に。 で、彼は必ず一番最初に朝来てそこのイベント会場の入り口の VIP が始まるときに目の前にいるんですよ。必ずですよ。で、じゃあ VIP オープンですって言ったらそこでブワって行ってそこで席を目の前に取るんですよ。目の前、ジェフの席の目の前。で、彼はもうすでに黒帯なんですよ。プラットプラスだから。ビジネスでも結果を出してるんです。でも、毎年毎年そこに来て 勉強してるんです、基礎。で、やっぱり私、彼とそう話をしててね。なぜ、やっぱりそう毎年来てるのか。もうそれはもう一目瞭然。なぜかって言ったら、基礎を学ばないといけないから。だから、毎年毎年その基礎を反復的に学ぶためにここに来てるっていうふうに言ってたんですね。リカルドはね。で、その、まあ、リカルドは世界チャンピオンで、そのチャンピオンになるときに彼がやってたことっていうのは、その、 大会のトレーニング、大会が始まる前のトレーニングがすごく大事じゃないですかスポーツの世界でね。でその1ヶ月前にから集中的にトレーニングするんですけどその大会が始まる時は必ず彼のマスターの先生のところに行って1ヶ月間そこに滞在してでそのマスターにひたすら基本の月,月の形を見てもらってそれだけひたすらやっていく。い1ヶ月間ね。 そうだけひたすらマスターと1ヶ月間やっていくっててくいうのをやっててそそこでで大会出てそれで優勝したでやっぱりそのリカルドは言っ,て言ってたんですけどやっぱりリ,カルドリカルドといろいろ私も話する機会があってその彼の生き方だったり彼の,その学びに対する考え方から私もすごく影響を受けてるんですけどやっぱり彼はそのマスターっていうのはすごくやっぱり大事でやっぱりそのマスターがどういうふうに考えてやってるのか。 ジェフだったらこの場面で彼はどういうふうにやるんだろうっていうのをやっぱ常に考えてるって言ってたんですよねなぜマスターがそれをやってるのかっていうことをやっぱりそのジェフの話を聞きながらそこを見てるっていうふうに言ってたんですよでこれ私すごく大事だと思ってて同じ話を聞いて私から同じ話をねまた池田その話してるなっていうふうに思う人も時々いるかもしれないけどあなたがどういうステージにいるかによって私の話す 言葉から私の話す内容から受け取れる学びは異なるものになるんですだから私自身もジェフ・ウォーカーのローン中いまだに学んでますよジェフのところでねでやっぱり私自身がステージ上がっていくとそこから理解できる内容っていうのがやっぱり新しいものを理解できるようになっていくわけですよでこれはブラジルでプロダクトローンチを教えているエリコ・ロカ先生が言ってたことで私もやっぱりそのエリコ先生の学び方 彼はものすごくやっぱり影響を受けてるんですけど、まあ、英子先生もですね、まあ、毎回ジェフ・オーカーのイベント、毎、まあ、回参加してるんですよね。その PLF のライブのイベントね。ものすごい、もう、だってジェフ・オーカーより売り上げ大きいんですよ、今。もう。ジェフのコミュニティで一番大きいというか、ジェフ・オーカーより売り上げ大きい。ブラジルにものすごく大きいビジネスを作ってるんだけど、でもやっぱり彼は学び続けてるわけですよ。で、やっぱり彼が言ってたのは、彼は自分が成功できたのは誰よりもやっぱり基礎をしっかりと深く勉強したからだっていうふうに、 言で私彼が行った時に彼と話をしてた時にすごくやっぱ彼の話で印象に残ってるのがジェフが話をしてる時にどういう意図でそれを話をしてるかっていうところにいつも包括してるっていうふうに彼は言ってたんですよねその時なぜ彼はこの場面でこういう話をしてるのかなっていうところでやっぱりそこの視点でずっと勉強し続けてるっていうことを言ってたんですよこれすごく大事なんですよね だから私もやっぱりその私のメンターのジェフ・ウォーカーのビデオとかいろんなジェフが10分話しているビデオの中でも彼はなんでこういう順番でこういう話をしてるのかなってところをやっぱり見るようにしてるんですよね。それが深く学ぶということです。なんでだからそこのやっぱり基礎っていうのを何度も何度も立ち返って学んでいくってことはすごく大事なんですよね。 で、やっぱりみんなそれができないでそれを途中でやめてしまってうまくいかなくなってる企業家の人をいっぱい見てきてるんですよ私は本当にあに。特にマーケティングとかねあの勉強してる人とかも私も何人もやっぱりこう接してるんですけどそういう人たちってなんかこう最初はすごく勉強してうまくいくと勉強するのやめちゃうんですよ。 勉強するのをやめて、で、なんかその自分がうまくやったやり方っていうのをずーっとやり続けてそこだけやってって、なんでうまく、気がついたらうまくいかなくなってるっていう人がもうたくさんいるわけですよ、今。すごく多いわけです。4年前、5年前とか、ね、私と同じようなところでやってた人たちでね、今ビジネスうまくいかなくなってる人がいっぱいいるわけですよ。やっぱなんでうまくいかないのかなって考えた時に学びをやめてしまってるんですよ、その人たちって。 学ぶことをや基礎を深く学んでいくというところをやめてしまってテクニックとか新しいやり方とかそういうところにばっかり気がいってしまって一番大事な基礎っていうのは忘れてしまっている人がすごく多いんですよね。これはでも一番そのミスを犯してたのは実は私です。で私その2012年に初めて論調ねやって2012年のから論調を学んでるわけですよ j f o c の教材科ってね。 で、最初やっぱこう学んで、で、ローンチやって売上上がるじゃないですか。ああ、もうなんか自分はローンチできたなっていうふうに、その時に思って。もうローンチやり方分かったぞと。ああ、PLC ってこうやってやるんだ。オープンカートってそうやってやるんだ。セールスってこうやってやるんだな。分かったつもりになってたんですよね。で、まあ分かったつもりになって、まあそこでまあ自分のりに勉強してたかもしれないけど、それでずっとやってって、それでまたローンチをやって、で、大きいローンチをやって、で、そこで大きいローンチをやったからね。あ、もう自分はローンチマスターだと。 論チのことは分かってるっていうつもりになったんですね。で、じゃあその論チを分かったつもりになって、そこからですね、プロデュース論チとかをやり始めて、プロデューサーとかをやり始めて、で、そこでいろいろやって、案件やってたんですけど、売れる論チと売れない論チがあったわけです。いつもヒットが受けてた、売れ打て,てたわけじゃないんですよね。売れない時も結構あったんですよ。で、なんでできないのかな なんで売れない時があるのかななんで売れる時と売れない時があるのかって分かんなかったんですよその時は。でまあそれでねやってってでそのプロダクトローンチのオフィシャル講師をねやらせていただく機会をいただいてでここでね一番最初にねジェフウォーカーが来てその後にローンチをやっていってで,セミ,ナーでセミナーでゼロだった時があったって話したじゃないですか初日にね。 福岡でセミナーやったら、一人申し込み、15人のセミナーで一人申し込みがあったんですけど、その一人が後で1ヶ月後にキャンセルして結果ゼロになったっていうね。なんで売れないんだろう考えたわけですよ。私が売れないものをじゃあどうやってこれから教えていけるんだっていうにすごく焦ったわけですよね、その時にね。で、その時に思ったんですよね。学びに帰らなきゃいけな,な,ないなっていうふうに。 基礎に戻らないといけないなっていうふうにその時に改めて私の中でマインセットが変わったんですよじゃあ本当にその基礎って何なんだろうって考えた時にやっぱりその時私って2018年の時ってなんとなくそのずっとビジネスやっててリストもあったからリストも5万リスト何となくやったら集まってまあ5万リストあるからなんとか売り上げ上がるだろうしまたその誰かにねプロモーションやる時は。 誰かにこう紹介をお願いしてもらえれば売上上がるだろう安易な考えに走ってたわけですよねそうじゃないなっていうふうにその時に思ってで私がやることは何かやっぱりここに立ち返ることが大事だっていうふうにその時に思ったんですねでじゃあもうゼロからリストを作っていくってところから始めないとダメだなと思って捨てたわけです5万リスト。 どうやったら本当に自分が理想とするアバター、プロダクトロンチのことアバターですよね。見込み客の人を集めていくことができるのかというチャレンジを私自身がスタートしたわけです。一番基礎、シードロンチの基礎に帰ったわけです。それまでずっとロンチやってたんですよ。2億も売り上げてたんですよ。私はその前のロンチでね。でもそこをリセットして最初から作っていったわけです。で、じゃあどういうメッセージを 届ければいいのかってところも考えていったわけですよね。どういうオファーを作ったらいいのか。で、オファーを作っていくためには、ちゃんとそのオファーがリアルであるということを証明できないといけないわけですよね。それはつまり私の場合どういうことかって言うと、実際に私が教えた論調を使って、ここで生徒が結果を出しているということが、ここがやっぱりオファーの中に含まれてないと、そこには信憑性がないわけですよ。 だもともとのジェフ・ウォーカーが持ってる素晴らしいプログラムをねライセンスいただいてそれを日本で教えるっていう機会を頂い,いてるわけですけど私自身がその実績を作っていかなかったらやっぱりそれは良いオファーではならないわけですよねでじゃあどうすればみんなが結果を出すことができるのかなってこともやっぱりそこもすごくいろいろ考えてていろいろやってったわけですよねでそれをやっていくプロセスの中で ローンチをやって、ローンチを繰り返していく。ローンチを繰り返して、繰り返して、繰り返して、何度もやっていくことで、ここでまた基礎に立ち返って勉強し直して、あ、ジェフオーカーはどういう風になってたかな。ジェフがやってるビデオとか講座とか見直して、で、ジェフのやってる、うーローンチのね、PLC に参加して、そこで見てノートを取ったりとかってことを、やっぱりそれをずーっとこうやってってるわけですよね。で、今があるわけですよ。で、今でもですね、その、私3回、 グルコンがあるわけですよね。まあ、ジェフ・オーカーのマスターマインドの、その、グルコンが月に1回あって、で、そのピプロダクトローンチの先生だけのね、グルコンが2回あるんですよね。で、その3回のやつは必ずやっぱり時間作って出るのしてるんですよね。やっぱりそれをやっていかないと、私自身成長していかないし、私がローンチを教えている、その人たちも、ここで成功させていくことは難しい。 なってくるというふうに私は考えているんですよねだからやっぱりあなた自身が進化しなければいけないのはあなたのクライアントも進化してるんですよあなたのマーケットも進化するんですよであなたが本当にこの理想のクライアントとして自分のところに来てくれたクライアントの人たちも進化していくわけですだからその人たちが進化していった時にそのレベルが来た時に その人たちが持っている悩みを解決できるだけのものをあなたがやっぱり身につけてなければそのクレアントは他のところに行ってしまうわけですだからビジネスでこれから長くねやっていくで一番最初スタートするときは本当にベビーステップでいいんですよ私あのその2学期理論の話をしましたよね2学期でいいんです最初はね最初のスタートは本当に2学期進んでいる状態でいいからまずやることまずメッセージを発信すること で、少ないリストでもいいから、その人たちにメッセージを届けて、あなたのオファーを届ける。これをまず、本当にちっちゃい規模でもやって、それを届けて、そしてそれがどういうものかってことが見えていくようになるわけですよね。そしたらそこで論調を繰り返していって、よりリストと、そしてあなたのメッセージ、研ぎ澄ましていって、リストをもっと増やしていって、よりよオファーを作っていく。で、あなた自身も成長していく必要があるわけです。 そのためには学び続けないといけないわけですよ。その学び続ける。だからその学んでいく上で大事なのは深く学んでいくっていうことなんですよね。深く学んでいくということです。で、じゃあそれをね、続けていけば、遅かれ早かれ、あなたもこの今日登壇したね、 くれたりりょうこさんだったり、あるいは今日受賞した3名の方だったり、このサミットに登壇した、登壇してくれた人たち、同じようになれるわけです。このロンチクラブのメンバーもやっぱりみんな学んでるわけですよ。ずっと学び続けてるわけですよね。今日あのブラックベルトのーミーティングがあったんですけど、あのー、昼にね。で、やっぱそのブラックベルトの人たちと、お いろいろミーティングで、まあ、あるトピックがあったら、そのトピックに関してね、みんなでいろいろこう、それをシェアしてやって、そこに対して私がアドバイスしたりとか、他のブラックベルトのメンバーがアドバイスしたりとか、そのブラックベルトでみんな、今売り上げがもう本当にすごいかなりのレベル、年商1億いってる人もいる,いるわけですよ。で、あなたから見たら本当にすごいレベルにいる人のように見えるかもしれないけど、そのレベルはそのレベルで、たくさんの障害があるんですよ。で、みんなやっぱりその障害をどう乗り越えるかっていうことを、 それをやっぱり常にやってるわけなんですよね。だからそれをやり続けるためには、やっぱり学ぶための場所が必要だし、そしてあなた自身がそこの学んでいって、基礎を学んでいって、そこにコミットし続けるということが大事なわけです。で、じゃあそれをいつやるのか。それをいつやるかですよ。で、 あなたがね、それをこれから、今からやっていこう。そういうふうに感じているのであれば、今、本当にその絶好の機会です。で、まあ、帯のね、話をしましたけど、まずは、帯をつけることが大事なんですよね。そこから始まります。帯をつける。で、 最初は白帯です。みんなやっぱ白帯で入るっていうのはすごく私大事だと思うんですよね例えばそのどっかのね武道とかで何かのその小武道とか習ってたりとか柔道とか習ってて黒帯とか持ってて何段とかっていう人がじゃあそのどっかの空手道場に学びに行ったとしますねじゃあその他のところで黒帯だったからじゃあ,あの黒帯から始めさせてくださいって言ってそんなの認められないわけですよ 白日からです、みんな。見習いからやるんです。それはやっぱり初心に帰ってやるということなんですよね。道の世界ってそうじゃないですか。で、いろんなところでこうビジネスとか学んでいって、で、ローンチもね、私から学んで、すでに実践してる人もいると思います。でも、やっぱりそこでまた初心に帰って学び直すってことはすごく大事なんですよ。それはどのレベルにいたとしてもね。 最初にやった時は見えなかったことが2回目はより多くのことが分かるようになるわけです。3回目、4回目はもっとさらに多くのことが理解できるようになっているわけです。それが深く学んでいくということです。で、このあなたがね、白火をつけて、そしてですね、ローンチを学んでいくために教科書を用意しました。それがローンチの教科書です。はい。 まあやっぱりその勉強していくためには教科書が必要なわけですよね。教科書ってやっぱり何度も何度も読むことが大事なんですよ。で、まあ私がですね、今このローンチュの教科書14日間チャレンジというものをやっていくわけですけど、これはまあ新しいプログラムですね。これまでやってた10日間のチャレンジをさらにこれを、要は長い期間でもっとその基礎というところをみんなに学んでもらおうということで作ったのが新しいこのローンチュ教科書14日間チャレンジです。 で、まあ今すでにですね、VIP 席にいる人たちは、まあここにね、申し込みされている方があ、もう今ほとんどの方が申し込みされているのかな。まあまだの人もいるかもしれないですね。まあ、その、あなたがこれから本当に論調やっていこうと思うのであれば、もう、もしこれからやるビギナーであればね、もうこれは絶対に私はお勧めします。で、もし過去にチャレンジを参加したことがあったとしても、このチャレンジに参加することはすごく大きな意味があります。あなたにとってね。 基礎をもう一度学び直すということです。立ち返ってそこに学び直すということです。でまあやっぱりこのいろいろねやっていく中でああ私本当にこうまだライブとかやったことないし喋ったこととかないしその私自身商品がまだできてないからこんな私がやっていいのかってもしあなたが思っているのであれば そのあなたのためのプログラムがこの14日間のチャレンジです。リストがないおめでとうございますそのあなたのためのプログラムはこれです。はい。喋れない喋れないであなたのためにこのプログラムを作っています。喋れるようになるために。商品がない商品がないからローンチをするんですよ。これね、こういうことを言うとみんな、えっと思うかもしれないんですけども、ローンチをすることによって、あなたのリストも、あなたのメッセージも、あなたのオファーも出来上がるんです。 ローンチをしなかったらできないんですよ。頭の中で妄想でシミュレーションしてもできないんです。でもローンチをしていく。最初は本当にちっちゃいローンチですよ。でもちっちゃいローンチでもいいんですよ。それはただの最初のローンチだから。そしてそれをやって、で、また次にやって、また次にやってって、それを繰り返していくことによって、より良いものができていくわけなんですね。だからローンチをやることによって、あなたのオファー、あなたの素晴らしい商品もできていく。 ですので、これからあなたが始めるのであれば、こちらのローンチ、教科書、10間チャレンジ、参加してください。今